日本女子プロゴルフ選手権事前情報4日金秀稀セカントリークラブ沖縄県6670ヤードパー72メジャー制覇を果たした神谷空の14本写真大会連覇のチャンスがあるのは1人昨年覇者の神谷空だけだ長崎県で行われた2023年大会では2位に入った小岩井桜3位タイの山下美優西郷真央 岩井名やいら競合を振り切って日本タイトルを手にした。ディフェンディング感は会場が違うのでないんですけど、素晴らしい組み合わせに入ってしまったので、たくさん勉強したいなと考えています。予選ラウンドは古江彩香、武田レオとの注目グループ。会場内を歩けば歴代チャンピオンとして大きなパネルで自分の顔を見ることもできるのは、ちょっと恥ずかしいけど光栄。大会2勝目に向けて、 気分も盛り上がってきた。昨年はフル参戦初年度で4月の富士山系クラシックでツアー初優勝を遂げると本大会で2勝目を飾った。期待が集まる今季はここまでトップ10が5回でメルセデスランキングは31位と優勝には届いていない。後半戦に入った今、そろそろ優勝の2文字もちらつく中で今週のコースは実は相性がいい。 ここまでの2勝はともにシーサイドコース今週も沖縄本島の西側で海が望めるロケーションインコースは海が結構見えるんですけどアウトコースは最終ホールくらいしか見えないのでインコースの方で海を堪能したいなと思っていますとここでも海を味方にしながらスコアを伸ばしていきたい今のところは普段の試合と同じように準備できているので試合になってみないとわからないですけど いつも通りのテンションでいけたらいいなとは思っていますと、平常心でスタートを切るつもりだ。今季は同学年の武田が5勝を挙げてランキング1位を爆走中。22年大会覇者の川崎春香も今季3勝と好調をキープしている。遅れを取らないために、神谷の逆襲が沖縄の海からスタートする。